かきくけコミカルテクニカル指し捨て素足差し伸び足立ち捨て飛ばした今夜の挑戦状今宵満月とともに甲賀の城の天守閣にある黄金のシャチホコを頂きに参上する怪盗ジョーカー何ぬれ乗り込め世界地図ハイフヘ香港パリドバイマニムメモスクワニューヨークヤイユエ横浜エルサレムあーアラカタブラブラブラ魔法でソーセージあー見破れトリックなぞときお宝頂戴いたしますオルゴはラララお茶の子サイサイタイヤもハイハイお手の物半端ない頭くるくる回転まさかのピンチも大逆転ラララお茶の子サイサイあいつのハートもお手の物ミラクルクルクルおっぴらけ暗号解読怪盗少年お前のドジのせいで服がこんな濡れちまったぞ。ごめんなさい。謝って済んだら警察は。自分より小さなものをいじめるなど卑怯者のすることだぞ。ちゃんと謝っているのだから許してやれ。ごめんなさい。ハチ、大丈夫か？はい。いじめられたら俺に言え。俺がいつでも助けてやる。夢か。忍法影分身。ちょっとジョーカーさん、人の部屋で何やってるんすか？見りゃわかるだろ、忍法の練習だよ。なんでジョーカーさんが忍法なんか覚えるんすか？あ、オイラの忍術学校の教科書。なんだよ靴畳に靴で上がるなんて信じられないっす。いや、信じられないのはお前の方だろ。俺の飛行船だぞ。勝手に畳なんか敷いて模様替えしてんじゃねえよ。オイラだってジョーカーさんの立派な助手なんすから、部屋の一つや二つ自由にしたっていいでしょ。まったく。ハーチが立派な助手ね。役に立ったことなんかあったかな。怪盗としてはまだまだかもしれないけど、料理も洗濯も掃除も全部オイラがやってるじゃないすか。オイラがいなかったらジョーカーさんまたあのぐっちゃぐちゃのゴミ屋敷に逆戻りっすよ。まったく、ゴミも散らかしっぱなしだし、ゴミはゴミ箱。お前は細かいことをいちいちうるせえんだよ。本も読んだらちゃんと片付けてください。まだ読んでるの？忍法を覚えてどうする気ですか？ジョーカーさんには必要ないでしょ。ビー、それがあるんだよ。だって今回盗むお宝は本物の忍者が守ってる城にあるんだからな。激突闇の忍者軍団。何？怪盗から予告状だと？今宵満月とともに甲賀の城の天守閣にある黄金のシャチホコをいただきに参上する怪盗ジョーカー。我ら甲賀忍者の名にかけて何としてもジョーカーを捕らえるのだ。はっ。なんだよ、やけに張り切ってるな。
餅は餅やす。今回は忍者怪盗としてオイラが役に立つってところを見せてやるっす。餅は餅やね。ハチは忍者だとか怪盗よりも本当に餅作ってる方がうまいんじゃないの？オイラの実力見せてやるっす。ジョーカーを見つけ出せ。これが隠れ身の術っす。すごいでしょ。まあイメージガムと同じようなもんだな。とにかく今のうちに急ぐっす。これがマキビシス。踏まないように気をつけてくださいね。お前くらいしか踏まねえよ。これは水遁の術っす。すごいでしょ。教科書にも書いてあったぞ。基礎中の基礎って。俺でもできたし。次はもっとすごい忍法を。いたぞ、怪盗だ。しまったっす。くそ。おえ、待って。待て怪盗。なに。くそーって。ジョーカーさん待って。城の中に逃げたぞ。おえ。お前は先に行け。そんな、ジョーカーさんを置いて逃げられないっす。バカ野郎、俺の足を引っ張るつもりか。早く行け。観念しろ。ストレートフラッシュ。リュウ、また今回もオイラがドジを踏んだせいで、これじゃ本当に怪盗の助手なんて言えないっす。泥棒め、逃がさぬぞ。これは忍法この葉隠れ。どこすか。え、遅い。うわあ、我らが甲賀の城に忍び込んだのが運の月。お命頂戴いたす。さらばだ。ハチ、お前もしかして風魔のハチか。え、ひょっとして百鬼丸さん。嘘、こんなところで会えるなんて。久しぶりだなハチ。俺が忍術学校を卒業して以来か。元気だったか。はい。あ、ハチ、誰なんだ。オイラの忍術学校の先輩、甲賀の百鬼丸さんっす。ハチだって。マジでハチだ。アシスケ、チンゾウ、ランジロウ、ヤハチにチクワマル、みんな久しぶりっす。おい、全員知り合いか。はい。オイラたち忍者は子供の時いろんな里から集まって同じ忍術学校で修行するっす。中でも百鬼丸さんは10年に1人の天才忍者って言われてて、みんなの尊敬の的だったんす。ムササビの術、影分身。そしてドジなオイラのことをいつも助けてくれたっす。泣き虫ハチで有名だったな。ドジ踏んですぐ泣いて。ハチは10年に1人のダメ忍者って言われてたよな。よく服部先生に怒られたっす。カンとも忍ともニンニン。服部先生のものまね懐かしい。まったく、急に来るから間違えて切るところだった。てっきり怪盗ジョーカーの仲間かと思ってしまったぞ。その通りっす。お前が怪盗？はい。
嘘だろ。あの落ちこぼれダメ忍者のハチが怪盗の仲間だ。そんなわけないだろ。怪盗信じてくださいっす。オイラジョーカーさんの助手なんすよ。怪盗になったんす。本当のことなのだな。はい。そうか。ハチ、悪いことは言わぬ。今すぐ怪盗をやめて風魔の里に帰れ。え？残念だが、お主には怪盗としての才能はない。さっきだってお主は仲間であるジョーカーの足を引っ張っていたであろう。このまま続けていけばいずれ命を落とすかもしれぬ。怪盗という危険な仕事はお主には向いていないのだ。その通り。ジョーカーさん、こういう時はそんなことないって言うでしょっす。あ、しまった、つい本音が。オイラだって頑張ってるのに、ひどいっすよ。ジョーカーさんのバカ。ジョーカーさんだって料理の洗濯、テレビの録画予約の才能ゼロじゃないっすか。なんだと、録画ができるっつうの。味方がわからないだけだ。押しておるのだ。ジョーカーさんのバカ。の、お前たち一体。あいつだ、宝を盗みに行く気だ。ここはオイラが引き受けます。先に行ってください。お日本影分身。影分身も、まさかハチがそんな難しい術を。ハチはダメ忍者だな。一人じゃやっぱり無理っす。助けてジョーカーさん。たまには自分で何とかしろ。え？もう足手まといはうんざりなんだよ。そんな。あの男、ジョーカーは拙者が捕まえる。お主たちはハチを見張っている。ははっ。あれだな。そこまでだジョーカー。百鬼丸、どうして仲間を見捨てた。ハチはお前の仲間であろう。なんとか言ったらどうだ。仲間よりも盗みの方が大事とは、その根性が気に食わん。人思いで成敗してくれる。どうした、怪盗ジョーカーはその程度か。ジョーカーが捕まるまでここにいてもらうぞ。悪く思うなよハチ。はい。見てみろジョーカー、手も足も出ないぞ。さすが百鬼丸さん。チョコマカと逃げよって。いいか、よく聞けジョーカー。ハチはな、ドジだけど本当にいいやつだ。それがよりによって怪盗になるとは。お主さえいなければ忍びの道から外れることもなかったのだ。違う、怪盗を目指すって決めたのはハチ自身だ。
刀を隠し持っていたのか。いけるか甲賀忍法奥義竜王烈火。恨むなよ。こうなる定めだったのだ。今宵は月が実に冴えて見える。怪盗の死にはふさわしい。のこれは変わり身の術。バカな、やつも忍法を使えるというのか。その通り。ジョーカー、どうしてお前が忍法を。ちゃんと勉強したもん。なに。なんだ今の爆発は。おい、ハチがいないぞ。何？ジョーカー、貴様一体何を。ハチ、何をしてるんだ。もう手遅れっす。さすがに百鬼丸さんもそこからじゃお宝を守りに行けない。百鬼丸さんをおびき寄せるのがオイラの役目だったっす。その喋り方、お前そんな、まさか。ハチとジョーカー入れ替わっていたのか。今宵も華麗に登場、銀の魔術師シルバーハート。テレビの前の君たちはジョーカーとハチがいつ入れ替わったのか分かったかな。実はこの時なんじゃ。喧嘩をしていると見せかけてイメージガムで変装して入れ替わっていたのだ。いやー、ガムって本当にいいものですね。ではわしは覚えたての忍法で華麗においとまするか。忍法ささびの術、武蔵佐々木。では今まで拙者と戦っていたのはハチ、お前なのか。はい。ついでに言うと、この作戦を考えたのは俺じゃない、ハチだ。あの時ジョーカーさん、今すぐオイラに変装してください。何。みんなオイラがドジでダメな忍者だって油断してます。オイラになって捕まれば楽にお宝に近づけるはずです。そうか、ジョーカーに変装したハチが逃げるふりをして俺を宝から遠ざけたというわけか。そういうこと。騙してごめんなさい。でもオイラどうしても勝ちたかったんです。忍者の百鬼丸さんに怪盗として勝ちたかったんです。ハチ、お前。オイラ怪盗っす。ハチのやつどこに。ジョーカーさん、準備を。待て、ハチ。ジョーカーを逃がすな。二人ともよくやった。だがここまでだ、もはや逃げられないぞ。だからまだ分かってないみたいだな。俺たちが怪盗だってこと。行くぞハチ。了解っす。よっと。よっこらしょった。何をしておるのだ。黄金のシャチホコはいただいていくぜ。3、2、1、0。まさか俺たち怪盗は奇跡を生み出すミラクルメーカーなのさ。そ
それは飛行船。忍法隠れ満月ミラクルメイカーの術だぜ。輝く夜へようこそ。そんなありえない。今宵満月とともに甲賀の城の天守閣にある黄金のシャチホコを頂きに参上する。そうか、こういうことだったのか。ハチに負けるなんて悔しい。かばったな、泣き虫だったあのハチが。ジョーカー、奴がハチを鍛えたのか。今までどんな修行を。いや、それともあれがあいつらの普通なのか。はい、今日の晩御飯はシャチホコカレーっす。うひょー、うまそう。いただきます。って何、人の顔見て笑ってんだろ。気持ち悪いな。ジョーカーさん、今日は俺たち怪盗はミラクルメーカーって言ったじゃないすか。俺たちってことはオイラをちゃんと怪盗って認めてくれたんすね。そんなこと言ったか。言いましたよ。覚えてないね。うめー、シャチホコカレー超うめー。もうジョーカーさんたら。あれ、そういえばお宝のシャチホコはどうしたんすか。お前の部屋を素敵に模様替えしてやったぜ。圧迫感半端ないっす。最高に邪魔っすよ。もうジョーカーさん。鏡と影のラビリンス、輝く夜へようこそ。